では改めまして、時間になりましたので、授業を始めたいと思います。間違えてる人はいないと思いますけども、一応初回なので、この教室で今やってる講義は、情報処理です。で、工学システム学類の、1年生4号6クラスですね。ですから 1,2,3 クラスの人はここにいないはずですし、講師数以外の人もこのクラスを取っても単位になりませんので、そういう人いませんよね。間違えてきてる人大丈夫ですね。はい、ということなんで、まずそこ注意してください。あ、ごめんなさい、これちょっと直すの忘れてました、ね、1,2,3 クラスは、太田先生から今年から宇都宮先生に変わりました。これはフレッシュマンセミナーとかでも、この裏ですね、裏っていうのは、皆さんの場合ですと月曜午前の方がフレッシュマンセミナーだと思うんですけども、そことも合わせて、情報処理の一番最初の取っかかりの内容について、講義していくということになります。で2学期に、情報処理の実習っていうのが始まりますので、そこも、同じくこの456クラスは合同で、実習を始めるということになります。で、講義と実習の違いですけども、1学期は講義ですので、座学ですね、このスタイルで10週間、ちょっとあるんですけども、こういう格好であります。で、2学期はオリエンの最後に行ったと思いますけど、L 棟5階の計算機室に行って演習という格好で、実習の知識を身につけてもらいます。で、これは今さっき言ったところですね。で、じゃあ、授業に入るんですけども、入る前にいくつかですね、まず、この10週間にわたって担当します、私が、工学システム学類の教員でもある亀田と申します。亀田先生2人います。私とあと構造エネルギーの方に亀田俊弘先生って、皆さんご存知かどうか分かりませんけど、2人いるので、コーシスの亀田っていうとどっちか分からない。実は他にも何人か、同じ名字の人がいてややこしいんですけども、ちょっと気をつけてください。カメラだけで行くと事務の人とかですね、たまに向こうの方の先生に送っちゃって、なんか手続きが進まないとかですね、いろいろありか出かねませんから、そこ気をつけてください。で、この皆さんが見ているパワポの、これパワーポイントっていうソフト、知らない人はあんまりいるのかどうか分かりませんけど、とにかくこの講義資料ですね、情報処理の講義は時間が短い、一コマでどんどん行きますから、75分で行って、で、終わるともう次の授業行かなくちゃいけないっていうのもあるんで、スライドはですね、ノート取ってる時間がそれほどないと思います、場合によっては。もちろん取ってもらえればいいんですけども。なので、基本的にここに出してるスライドは、後日ウェブに載せます。ですから、ここで見失ったからといって、もう、わからないっていうか、覚えてないと偉いことになるってことはないです。で、ちょっと今週は間に合ってないんですけども、事前に用意できる場合はもう事前にも資料を載せますので、それは、見てください。で、どこにあんねんっていう話なんですけども、4月に入って、ここの津波のネットワーク環境が変わっちゃって、今つながらなかったんですけども、どうしようかな。どうしてもいいんですけども、多分、どうすんのかな。URL をちゃんと書いてもいいんですけども、今日の時点ではまだアップしてないので、開くにはですね、多分この名前を Google かなんかに入れて、あと情報処理か講義かぐらい入れれば、多分 Google に入れると、携帯持って、携帯かネットが使える人は入れてもらったらいいですけども、多分かなり上位の方に、多分トップ5のうちには、入ってると思います。で、どういう URL が出てくれば正しいかっていうと、www.kameda-lab.org ですから、こういう URL で始まってるっぽいウェブサイトが多分 Google の上位に出てきます。で、そうするともうこのページのトップに行きます。で、トップに行ったら、
講義っていうところがあって、担当講義リストっていうのがあって、そこへ行くと、筑波大の講師室の講義っていうのが並んでいて、その中に情報処理ってありますから、そこの2009年っていうのを選んでもらえば出てきます。ですから、ここにさえたどり着けば、あとは、なんとなく探せば出てくると思うので、もうその程度のいい加減な指示で申し訳ないですけども、ざーっと言われるからでも、長いんで、多分その方が確実だと思います。で、一つだけ注意してほしいのは、情報処理、これで4年目かな、やってますので、その2009年度の、2009年度の情報処理のページに行くようにしてください。今日は今ちょっとありません。2008年までしか。で、今週中には2009年度用意します。で、2008年も2007年も参考のために置いてあるんでアクセスできるんですけども、毎年ちょっとずつ内容が変わってますので、間違って2008とか見ると、例えば試験日程が全然違いますから、なんか全然関係ない日に行ってこう単位を落としたとかなりかねませんので、2009年の、URL にアクセスするようにしてください。ここだけ注意してください。というところでいいかな。で、これで合ってると見えないから、戻りますけど。で、あと、アンケートとか授業の内容入る前にあとちょっとだけ授業以外のところで言っておくと、まあ授業以外っていうか、授業を受けるにあたっての注意を言っておくと、まず一つはこれですね。ここに書いてますけども、今週アンケートですけども、来週からは簡単な小テストになります。ですので、毎週来た場合は忘れずに出して帰ってください。で、出さないと単位なくなるんですかって言われると、何とも言えません。1回でも欠けたから落ちるとかいうことはまあないです。じゃあ、1回も出なくても通るのかって言われると、まあそれも厳しいんじゃないかなというあたりでありますが、基本的には期末試験、後で言いますけども、やります。で、期末試験がほとんどです。ですから、毎回の、レポートも、レポートとか小テストも出してもらいますけども、これはどちらかというと、素点になるというよりは救済の時の目安になるという感じですね。ですから10回出したから僕は A をもらえて当然じゃないですかという意見は間違いですが、10回出してて、例えば58点ぐらいとかだった場合に60点にしようかなとか、そういうふうなことはまあ考えるということです。ですから2、3回出してなかったからといって、悪いということは心配ないですけども、まあできるだけ受けておいて出してもらった方が、まあ本人のためになるとは思います。で、それから、授業に関してですけども、もう大学生、皆さん20歳超えてるかどうかわかりませんけども、大学生っていうのもありますんで、講義室の講義中、私の講義に関してはですけども、全員の講義ではないんですが、私の講義に関しては出入りは自由です。必須の授業ですけども、例えばトイレに行きたいのに私に一時手を挙げてもらう必要もありませんし、まあ、他の休養ができて出るとかですね、どうしてもやむを得ない理由で後から入ってくるのも特に私に一時、なんか断って出入りしてもらう必要はありません。ただ静かに出入りをしてくださいっていうのはお願いします。要するに授業にちゃんと出てる人の迷惑にならないようにしてください。で、同じ理由で、まあ、似たような理由で、講義中の飲食ですけども、この教室きれいなのであんまり食べない方がいいかなと思うんですが、飲み物とかは構いません。で、食べる方はできれば避けてほしいですが、まあやむを得ない事情がある場合は部屋の隅っこの方で静かに食べてください。音を立てないように、ね、要するに他人に迷惑かけるかかけないかっていうのはやっぱ社会人の第一ですから、モラルっていうのはそこからスタートするので、その意味では私は比較的緩いですが、皆さんに迷惑をかけるような個人行動は控えてほしいというのがとにかく原則です。で、同じ理由で、だから、授業中の私語とかもですね、授業に関係するようなことをしゃべるのは別に、ある程度構いませんけれども、関係ないことを、喋りたくなった。